おはようございます。糸チャンネルです。10月28日の朝ですね。いかがお過ごしでしょうか。いや、私もね、昨日ちょっと会社行ってきたんですけど、まあなんていうか週一で今会社行ってる状況なんですけど、まあたまにはね、やっぱり会社行くのいいなぁなんて思ってるんですけど、そもそもそんなにね外出る機会が少ないもんなんで、まあ久しぶりにちょっと駅前とか行くとね、結構ね、僕ね、駅前歩くとね、アンケートをお願いしますみたいなことで声かけられるんですよね。まあいろいろね、宗教のやつだったりといろいろあるんですけど、宗教だったりなんかよくわかんないアンケートだったりあるんですけど、でよくね、明らかに多分独身ターゲットにしてるっていうのがあってね、あ、こいつ独身に見えるなっていうのがあるんでしょうね。多分ね、オーラが出てるんでしょうね。あ、こいつなんか顔オタクっぽいから独身なんだろうなみたいな感じ。まあその通り図星で独身なんだけど、よくね声かけられるんですよ。でそんな中でね、職業なんですかって聞かれる時があって、もうめんどくさいじゃないですか。いろいろそのアンケートって適当に答えるんですけど、もう嘘も言いますよ。で最近ね、なんだっけ、ハイパーマルチクリエイターですみたいな適当なこと言ってたけど、ね、アンケートの人ははぁみたいな感じをしててね、一瞬ね時が止まるんですけど、そういうハイパーマルチクリエイターですって最近答えてね、普通に会社員ですって言えばいいのに、あえてねそういうね、ふざけた回答をするっていうのがね、僕の最近のマイブームでございます。はい。だんだん昨日もねそれやってきましたっていう話ですね。はい、すいません。で今日何するかというと、スーパーコンソール PC ライトですね、こちらで、セガサターンを動かします。なんか動作検証っていうかね、セガサターンもほとんど動くんで、動作検証っていうよりは隠れた名作について、なんか楽しいのないかなっていうので探すっていう話ですね。隠れた名作を遊ぶといった感じでございますんで、まあなんかあんまり動かしたことないのを動く、まあもちろん動くかどうかも確認するんですけど、動かしたことないようなのをちょっとね、動かしていこうかなと思っております。じゃあね、早速ね、始めていこうと思います。はい、じゃあ1本目です。まあもうこの絵のタッチで見ればわかると思うんですけど、いいですよね。天才バカボンですね。平成天才バカボン。ママ可愛いですよね。ママ起きてちょうだい。どれぐらい年の差あるんですかね、バカボンのパパとママってね。いいですね。パパ、早く起きないと吸い取っちゃうわよ。ママ意外に可愛いですよ、こういうね、吸い取られたいですね。でパパにこれ吸い取られちゃうんですよ。ここからねストーリーが始まるんですけど、こんな感じでね、掃除機の中の話ですね、バカボンのパパですね。はい、っていう感じのね話になってます。でママもね、編みたいといいですね、セクシーですね。もう意味がわからない状態なんですけど、まあ平成天才バカボンすすめバカボンズというゲームになります。でこれどんなゲームかっていうと、まあとりあえず落ちゲーのパズルゲームですね。でアジャパーやってますけどね。じゃあ早速ワンプレイで始めていこうと思いますけど、まあ、レベルがね1から8まであって、まずレベル1からねいきたいと思いますね。でこんな感じでね、毎回毎回にこのアニメーションが入るんですよ。で登場キャラがね、こうやってね、いいですよね、雰囲気が。何が、誰が登場するのかなって毎回ドキドキしますよね。こんな感じでね、いいですね。カミングミステリアスみたいなね、斧が刺さってね、相当怖いキャラ出てくるんだろう。Are you going out? レレレのレッド。ここで誰が出てくるかが登場がね、レレレのレイ言ってますからね。やばいよやばいよやばいよっていうホラーっぽくね出てくる感じで、いいですね。何、どういうこと、どういうことみたいな、こんなか、どういうことみたいな。あ、来たよ来たよ来たよ。お出かけですか、レレレのレっていうね、こういうねオチが出てくるんでね、このアニメーション見るだけでもこれね買ってよかったなってなりますよね。このゲームほんと大好きでね、なんだっけな、ブックオフかなんかでねすげえ安かったんですよ、確かこれ買った。なかなか見かけねえゲームだなっつってね。でね、こんな感じで落ち物で、ね、同じ色をつなげていくんですけど、3個つなぎが消えるとかそういう話じゃなくて、実はね挟めば消えるっていうね、
こんな感じで消えるんですよ。で左下右下にあるやつとこうやって挟めばね消えるんですよね、うん、そういうね変わったゲームです。でここもこうやってね消えていくんですけど、でなんか消えた時の演出がちょっと寂しいかなっていうのはあるんですけどね、うん、なのでこうやってね同じ色をねもう挟んでいくっていう感じですね。だからこうやって例えばここも緑がずっと並んでるんですけど、緑が並んでる、緑がね永遠とこうやって緑との間が挟まれてない状態で永遠にこうやってね並べていくんですけど、例えばここに赤で挟んでいくとこうやって赤がこうやってねガーッとね挟まれて消えていくっていう感じですね。で、はじめちゃん待ちましょうかね。はじめちゃん待ちでこうやってねいろいろこうやってはじめちゃん来ましたね。次黄色のね黄色のああ多分ああ置いてきなかったちょっと早くて置けなかったですね今ね。悔しいですね。でこれでここでこうやって押すとこれで一気に消えるんですよこうやってね、うん、っていうゲームなんですよ。面白いですよね。コンセプトがね今までにない感じでね、よいしょよいしょよいしょ。なのでね結構ね頭使うかなと思いますね。あ斜めで消えちゃいましたねこれね、うん、なるほどね。こうやって消していくんですけど、まあ面白い感じですよね。これも消えるかな、こういうとこありますね。斜めっていうのもあるんでね、これも消えるかな斜めでね、はい、っていう感じのゲームです。でこれコンボつなげるのね相当慣れ必要だなと思ってて、難しいよねこうハサミ系のねゲームってね、難しいなって僕思ってて、全然今ね見どころがね連鎖つなげてああだこうだとかできてないんですよ今これ。よいしょ、ほんとね慣れですね。これも挟んで消えるかな、こんな感じでね。ちょっと早くなってきたんでね、ちょっとね頭の処理がね追いついてない感じになってきますけど、これも消えないか、うん、ちょっと難しいですねこうやってやっていくとね。あ消えましたね。おっとっとっと、うわー埋められたちょっとね敵の攻撃を今食らっちゃいましたけどね。よいしょ、ちょっとね、ほんと次のアニメーション、あ、連鎖が次々繋がってきますね。こんな感じで必殺技が今こうやって炸裂したんですね。パパのね、必殺、アジャパー攻撃がね、アジャパー攻撃がね、発動しましたね。はい。こんな感じでね、やっていくとね、結構面白いゲームかなと思います。うわ、なんか石が落ちてますね、これね。間に石ができちゃってね。ね、こんな感じですね。はい。っていう感じのゲームになっててね、やり込めば面白いと思います、本当。隠れた名作っていう感じですね。このゲーム多分知らない人多いんじゃないかなと思うんですけどね。こんなの初めて見たわっていう感じだと思ったんでね、今回紹介させていただきました。動作もね、バッチリですね。はい。っていう感じのゲームになります。永遠にね、できますんで、これね。はい。はい、じゃあ次のゲームです。で、こちらはね、セガサターンだけじゃなくて、プレステでも売ってるかなと思いますけれども、何のゲームかというとね、秘密戦隊メタモル5ですね。これあんまり取り上げてる人いないと思うんでね。これどんなゲームかというと、アドベンチャー、女の子出てくる魔法少女系のね、アドベンチャーゲームなんですけど、ちょっとね、歌入るんでここ消しますけど、こんな感じのね、女の子がね、変身する秘密戦隊メタモル5ですね。で小学生なんですよ、ね、これ小学生なんですけど、これが変身してちょっと大人になってこうね魔法少女系になるんですけど、これメタモル5っていうぐらいだからね、5人の女の子がねいるんですよね。メタモルレッドとかねブルーとかね、本当戦隊ものなんですよ。ブラックとね、イエローとあとはパープルですね。でこの3色のね戦隊物が好き、戦隊物好き、特撮物好きであればね、かなり満足できるねアドベンチャーゲームになってます。でもちろん怪人が出てくるんですよこういうあこれはあれですね、教官ですね、なんか、ね、司令部の方ですね、はい、でも司令部がもう変態だっていうねでこれ変身するんですよね、この女の子がね、ブレスレットでね、そうするとレイアースみたいな感じですよねここはね、で少女から大人に変わるっていうねもうまあ言っててちょっと恥ずかしくなってきましたっていうね、こんな感じでね、メタモルイエローとかねメタモルブラックとか出てくるんですけど、メタモルパープルですね。でこんな感じでね敵役がこういうね
なんか悪の秘密結社みたいなのと戦うんですけど、っていう感じのね、アドベンチャーゲームになってます。ちょっとね、じゃあね、あのこれはちょっとね、アニメーション飛ばして音のまた出しますね、音楽ね。で、ほんとね、こんな感じなんですよ。ほら、メタモルファイル、いいですよね。これね、戦隊ものがね、好きな人であればね、ムフフっていう展開がいっぱいあります。例えばなんですけど、まあメタモルイエローがね、カレー好きだったり、これちょっと音楽消しますね。メタモルイエローがカレー好きだったりっていうところはね、もうね、特撮マニアとしてはね、もうムフフなシーンですよね。こういうね、演出もいいですよね。今日はよく集まってくれた。はい。昨夜、銀河警察連邦本部から緊急通信があった。いいですよね、声優さんもね、結構一流声優さん使ってますよね。プロキシマベータ星系にある惑星アドニスの国王が民主国でトーマユミさんですね。王はその権力を剥奪。まあいろいろ声優さんもね、なんか豪華声優陣使ってるんで、本当ね。ストーリーはね、ほんと特撮物好きの人にはもうね、おなじみの。で、お約束のね、ロボット戦とかもね、後半に入ったりとかっていうのもあってね、かなりね、なんていうか、やらなかったら損だな、特撮好きな人で、僕と結構特撮物好きなんで、これやったんですけど、ほんと特撮物好きなのにこのゲーム知らないってなるとね、ほんとね、損だなと思ったんでね、今回ちょっとね、紹介させていただいてます。で、まあちょっと宇宙をね、いいですね、鉄砲塚陽子さんっていう懐かしいですね。あの、ときめきメモリアルのね、なんだか、なんかのキャラクターの声やってる人ですね。名前がすげえな、ってね。つまり、メタモルフパイ。今回の使命はアドニスと地球民衆との接触を防ぐことによる。こういうことですね。なんか要は地球を守るためと。そして日本に民衆を束ねる王権が存在しない。キャスの野望を未然に防ぐ。いいですね、未然に防ぐとね。アドニスとその一族の戦力は間近の聖人の火ではない。私たち3人だもんね。夏樹はきっと戻ってきますわ。なんかいいですね。ちょっと長いですね、この辺もね。なんなら、君がリーダーになろうか。俺に考えがある。塩木真奈美の質素を超える少女、カラード特製 A ランクの少女、メタモル5をより攻撃型にする。その少女の名は熱いですね。ということでね、ということでね、主人公のね、大谷育恵さんが演じてるんですけど、この最後のレッドを探すところから始まるっていうのね。新庄早紀江です。今日からこの学校に転入してきました。お約束の展開ですね。転校生みたいなね。もうだからあれですよね、戦隊ものを探す系じゃなくて、もう最初からメタモルファイルが形成されてて、赤を新しくね、新調するってところからね、始まってるわけですね。で、ここで新庄先へね、すごいですね、どういうのフルボイスでね、こうやって進めていくのがいいですよね。で、これ ね下のハートマークがあるんですけど、これ多分仲間とのね、信頼度を多分上げていくんだと思いますけど、はい、っていう感じのね、ストーリーがこうやってね、かっこいいっていうか、アホ趣味っていうか、なかなかね、面白い。コスプレだよね、よくできてるけど。コスプレだって思われてるっていうね。実力試させてもらうわ。あなたにリーダーとしての資質があるかどうか。何なの？こいつ、私のこと怖くないの？遅刻しちゃうでしょ？転校生は最初が大切だってパパが言ってたから。遅刻？そうだよ、そっちは学校行ってないんだろうけど、私は転校初日なんですからね。少しはビビったらどうなの？こんな大きな注射器背負ってんのよ。刺さったら体ごと貫かれてめちゃくちゃ痛いのよ。遅刻の方がキーワード覚えてる。こんな感じでね、結構ね、ギャルゲーと思わずに遊んでいくとね、結構面白いですね、こうやってやっていくとね。
強気のまま押された、うん、私はそうだ私も学校行かなきゃっていう感じでね話が進んでいくんですけど、面白いんでねぜひね、遊んでみてはいかがかなと思います。メタモルファイブもバッチリ動きますね。はいはい、じゃあ続きましてですけど、まあこの桃太郎関係のね敵がいっぱい出てきて、敵っていうか仲間がいっぱい出てきてるって分かると思うんですけど、エンマ大王も一緒ですね。でエンマ大王よりもキングボンビーが強いっていうね感じのムービー流れてますけどね。これね何かっていうと桃太郎道中記っていうゲームになります。これまあちょっとこれ飛ばしていきますね。はい、こんな感じのね桃太郎道中記ということで、これスゴロクのゲームですね。桃鉄とほぼほぼ一緒です。これはシステムはね、ただね電車が出てこないんですよねこのゲームね。で桃太郎さんがね、ということでね初めて遊ぶにしようかな。で今日は何人で遊びますかということでね、コンピューターですね、まあ2人で遊ぶ。人間は何人で遊びますか。人間一人ですね今日はね、僕一人で孤独な戦いをしますね。 で相手によってだんだんこれ難易度が上がっていくんですよね。これ誰にしますかって、これだんだんねエンマ大王が一番難易度高いです。まあだからヤシャ姫ぐらいしときましょうかね。はい、あ僕がヤシャ姫使いましたね。だから初心者まあいい、赤鬼で戦いましょう。敵はねレベル1のね、全員の名前はこれでいいですよって、よければ決定を選んでください。あ、ま、間違ってる、名前間違ってるもうねちょっとこれでよろしいですか。はいっていうことで、ね、それではこれでよろしいですか。なんかいろいろ設定が細かくめんどくさい感じ。全員の名前はこれでよろしいですか。よければ決定を選んでください。はい、これで決定ですね。はい、じゃあ早速ね行きたいと思います。遊ぶ順番、はい、これでいいです。なんかいろいろね最初の細かな設定がね、で何年で遊びますかっていう、ね、5年でいいですよ、サクッとプレイ5年でね。それでは以上変更した。それではまあ昔のゲームだとこうやっていろいろ細かくね設定しない。でこんな感じで4月からねスタートになります。4月スタートでね、でこれがいつも通りの桃鉄の、あ、すいませんねまず千両くれますって話ですね。皆さんは、はい、こんな感じでね、じゃあどこ最初の目的地どこにしますかということで、仙台ですね。まあ仙台は程よい距離ですね。前やった時は、ね、いきなり釧路って出てきて釧路遠いわって、北海道やんっていうのがありましたけどね。こんな感じでまずね一発目ヤシャ姫仙台に向かいますってことで、サイコロ振りますっていうことでね、3番ですね。1ソンってとこに止まったら大変なんでね、どうしようかな。こっちはどう、何があるのかな、ここにしましょうかね、鹿島で。今千両持っててなんか買えるんですけど、ほとんど買えない、20億とかですからね高いですね。でこれでやめると。でそうするとあと次コンピューターが赤鬼さんがねオートで動いてくれるんでね、はい、考え中ですね。サイコロ振ってます。で5、あ、いいですね、抜かれちゃいましたね、得のとこに止まりましたね。こんな感じでね普通にねあれですね、桃鉄と同じような感じでね遊べるっていうのがあって、まあもういいですよねこれを、これでねもう完成されたシステムですよね、うん、今更っていうのもあるんで。ただ電車じゃないところがね逆に、あー1か、こっち行きましょう。じゃあはい、こんな感じで少しずつね仙台まで向かっていた、行くっていうようなゲームですね。まずはねこれで多分ね一人で遊ぶとちょっとね寂しいかもしれないんですけど、みんなで遊ぶとね新しいなんか発見があるかもしれないですね今までにない、桃鉄ってね毎回やるごとに新しい発見があるんでね。あ、いいですね、露天風呂がありますね奥にね、いいですね。まあ旅行した気分をね家で味わうっていうのもねこれ一つの手かなと思いますんでね、いいですね。なんかもう説明がすごいなっていう感じでね、ちょっと、ね、メッセージが長えな、うん、っていう感じですね。はい、で6月になりました。まあこんな感じで遊んでくださいっていう感じなんですけど、まあ6いきましたね。
かちょっと面白いカートとかバトルも今のところ最初はね静かな立ち上がりで損度の方についちゃいましたけどね。これお金取られますですね。はい、600両取られましたということで、はい、こんな感じでね目的地まで行っていただければ行っていただいて、まあ、次貧乏神が出てきたりって感じの、まあ、桃鉄とほぼ一緒なんですけど、まあ、面白いゲームだと思います。はい、じゃあ続きましてウルフファングですね。ウルフファングクーガ2001っていうねシューティングゲームです。アクションシューティングみたいなゲームですね。このゲームはもうシンプルで派手だね。時期を選択を行ってくださいという、いろいろねロボットを、ね、いろいろ選択したりでねカスタマイズすることができるんですけど、いいですよね。いろ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 武器つけれますという A タイプ B タイプ C タイプとかね、いろいろね武器つけてミサイルつけたりとかね、ブレードビームソードとかね、まあジャンプハイスピードローとかね、いろいろねつけれるんですけど、こんな感じでねロボットをカスタマイズしていきます。はい、こんな感じで出発してミッションね。オセアニア大陸内部へ進行し、ラグナロックの秘密基地を発見。いいですね、ファミコンの世代のなんかゲームみたいでね、ファミコンのなんか昔のシューティングゲームみたいな感じなんですけど、まあ、こんな感じでフルボイスになっててね。同時侵入中の大砲01、02、04、05も敵中に遭遇、苦戦中の模様です。悪影戦を挑んでくるらしい。装甲機兵小隊、上部デッキで敵を迎撃せよっていう感じで、作戦中止など誰にもならん。ヒゲがね言ってますけどね、ヒゲ上司がね、あだ名絶対ヒゲですよ。ね、こんな感じでミッション1、ローガ、ローガというミッション1でいきますね。でシューティングゲームがね始まるんですけど、ここからね演出がいいですよね。なんか 2D タイプのなんていうかねバルケンみたいなゲームですね。ちょっとバババババって言うんですけど、いいですねこれで。よしよしよし、2段ジャンプできます ね。結構ね最初地味なんですけど、これで仲間が、ね、こうやってミサイルして、いいですね、これ気持ちいいですよね。またチャージできてわー、敵がちょっと固めですね。こういうねちょっと変わったロボットタイプの、ね、こういうシューティングゲームになるんですけど、アクションですかね、シューティング、アクションシューティングみたいな感じですね。で2段ジャンプですね。エンジンブロック一貫して高度を下げて海上に着水させ、上部デッキの装甲機兵を直ちに格納庫に戻りショックに備えろ。こんな感じでミッションクリアで、こうやってミッションクリアしていって次のミッションに行きますね。シドニーにヒゲがまだいってますね、ヒゲがね。直ちに進行し敵前線部隊を撃破突破せよということで、敵倒せばいいね結局ね。生還率 80% ですか、まだね生還率高いですよ。 20% は死ぬってことですからね。生還率 80% ですからね。ミッション2で今ねミッション1が終わって2が今度ね、次々こうやってね展開が早いっていうのがこのゲームの魅力ですかね。教習ってことで、でここで、はい来ましたね、こうやってね、よしこんな感じでミサイルもマクロスかってぐらいね、ミサイルがこれ仲間ですね、これね、オプションみたいなですね、飛ばしながら非常に助けてくれるんですけど、まあ、武器がね多彩にあるんでね、このゲームはね。でここねこうやってスライドさせながらこうやってね倒していくっていうのはね、バンクになってるんですね、これね、高いんだけどね、面白いゲームですよね。まあ何ていうかロボットの中でも操作しやすい方のゲームかなと思ってね、結構ねこれ進めば進むほどね味が出てくるっていうかね、こうやってこの演出もね結構ね新しいかなと思いますけどね、シューティングとして。よいしょよいしょ、ミサイルがやっぱ撃てるのが気持ちいい。これも捕まえますね。いろいろね体にねまとわりついてね援護射撃してくれてるんですよ、このオプションみたいなやつね。何かよく分かってないんですけど、こんな感じでまたこうやって、ああいいですね、このスクロールとか新しいですよね、この今までにない感じのね、アクションゲームかなと思ってますけどね。よしよし、ちょっと重みの、あ、行きました、ね、
壊れちゃいましたね自分で。で自分の機体壊れるとね、こうやってね自分の肉体戦になるって、これで終わりでしてこれで死んじゃったっていう感じですけど、こんな感じでね、いいとこまるでないんですけど、こんな感じでまたね、まあ、こうやって、入れたの、こんな感じのね新しいタイプで、機体がやられると今度ね、生身の人間で戦うことになるっていうね面白いぐらいですね。高く下ったりね、これで車が下ってきたりとかね、なかなかね演出がね新しいんですけどね。慣れるとね、いろいろありますけど、全くね、僕も久しぶりなんでね、このゲームで操作どうだったかなとか思いながらやってるんですけど、はい、こんな感じでございます。よし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 、気持ちいいですね。ずっと遊んでられるっていう、下手くそですけど、ずっと遊んでられるやつ。ボス戦まで行きたいかな。よし、来ましたね。高熱源反応っていうところ、でかめのね、敵が出てくるはずなんですけど、でかいですね、結構ね、ほら、でかいですね。これがボス戦かな。あ、やられちゃいましたね、もうね。はい、こんなね、逆にちっちゃい方がね、当たりにくいんじゃねえかって、こうやってね。あ、いいや、あ、死んじゃった。なんかこう、コッパみじんになる感じが切なくていいですね。はい、っていう感じでございました。いいですね、たまにはね。はい、ということで、本日はね、セガサターンの隠れた名作をメインにね、動作検証していきました。いかがでしょうかね。僕のね、一番のおすすめはね、天才バカボンですね。あれはね、慣れて、次のムービー見たくなるっていうのがあるんでね、天才バカボンとかね、僕大好きです。あと、メタモル5もね、もうクリアしたんですけど、昔ね。もう全然ストーリー覚えてないんで、もう一回やりたいかな、なんて思いましたね。戦隊もの好きなんでね、ぜひね、戦隊もの好きでやってない人、ぜひ遊んでほしいなと思いました。あと、桃太郎道中記はね、友達と来た時にね、最新の桃鉄やるのもいいんだけれどもね、ちょっと古いところにも目を向けてね、その時代時代のもの、まあ、ボードゲームみたいなもんなんでね、時代時代のもので、たまには鉄道じゃなくても歩いていこうよ、みたいなね、そういう感じの、気分になったりね、やってみていかがかなと思います。で、最後に遊んだウルフファングですね。こちらもね、シューティングとしてはかなりね、ちょっと癖が強いんですけど、癖が強いんじゃーって感じなんですけどね、結構ね気持ちいいですね、遊んでて、うん、で演出のねやり方とかがね新しさを感じるってところもあってね、僕は結構好きで、今後もねやっていきたいなと思っております。はい、ということで今日ね今遊んだスーパーコンソール X の PC ライトか、スーパーコンソール PC ライトですね、こちらはねバングッドさんで購入することができますんで、概要欄にね、細かなところ書いてあります。で3万9000円ぐらいですかね、3万9000円から4万円ぐらいのところでね、まあ僕のチャンネルのクーポン使えばそれぐらいで買えますんで、興味のある方はぜひね、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。結構ねおかげさまで売れましたね、こちらもねそこそこ売れました。はい、おかげさんでバングッドさんからもね、売れてますよっていうことでね、ホームページの方人気ランキングとか入ってますんでね、ぜひ、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。はい、ということで今日はねちょっとさらっとね、セガサターンのゲームの紹介でした。今後もね、動作検証と言いながら隠れた名作をねこうやって紹介していくゲームコーナーにもなってたりしますんでね、興味のある方チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。